今回は新三国無双3における移動手段有能ランキングを投稿していきます。今作から大馬さんの数も増え、前作の少し物足りないスピード感が少し改善されたことや、乗り物の専用アイテム枠が追加されたため、移動手段としてストレスなく使用できるようにもなりました。その他にも乗り物に乗らなくても有能な移動手段もあるため、それらも含めて新三国無双3内で移動手段はこれが有能ってのを僕なりにまとめてみました。なお今作は敵兵の攻撃頻度及び乗馬時の攻撃頻度があまりにも多いため、有能とは言ってもスピード感、殺傷能力、利便性の観点から判断していますのでよろしくお願いします。それでは行きましょう。有能移動手段最下位は南蛮像です。三国無双2では強奪して乗っていた南蛮像に、今作はアブミが追加されアイテム化したことにより南蛮像に乗った状態でステージが始まります。南蛮像は猛角率いる南蛮の民が騎乗している像さんで、基本的にはおとなしく、誰も騎乗していないと足を折りたたんでその場に突っ伏していたりと非常に扱いやすくなっている像さんです。また昔は戦像といって戦争用に使用された専用の像がいたらしく、像社会がメスを中心とした群れであることから戦像にはオスを起用していたみたいです。そのため三国無双シリーズに出てくる南蛮像は性別がオスである可能性が非常に高いと思われます。そんな南蛮像なんですが、今作でせっかく起用されたにもかかわらず個人的には有能度は最下位です。理由は様々ですが一つずつ説明していきます。まずゾウさんの攻撃についてですが、ゾウさんの攻撃パターンは大きく分けて2つ、突進による跳ね飛ばしと前足を地面に叩きつけることによる衝撃波です。跳ね飛ばしは前方の敵を突進することにより跳ね飛ばすんですが、これがね意外と当たりません。なぜ当たらないかというと、今作のゾウさんはなぜか足元に近い敵には攻撃が当たりにくい仕様となっていることに加え、今作に限って敵がめちゃくちゃ近くに寄ってくるので自動的に当たりにくいという現象が発生してしまいます。一方の衝撃波は周囲の敵をまんべんなく気絶させる有能な攻撃となっているんですが、そもそも攻撃力が足りません。難易度普通くらいであれば雑魚兵は一撃で倒せたりしますが、難易度が難しい以上になると正直ね火力不足です。さらに象というだけあって単純に移動速度が遅いです。しかも今作は敵兵のプレイヤーへの殺意が尋常でないため、普通に走っているだけでとんでもない数の敵にジャンプ攻撃され速攻で叩き落とされます。そうなったらもう罪です。再度騎乗しても象は足を折りたたんで座っているため、騎乗後に足を伸ばして立ち上がるという動作で全身がワンテンポ遅れます。その間にまた叩き落とされておしまい、一生抜け出せないループにはまってしまいます。正直この象さんは移動手段としていいところがほぼありません。唯一南蛮院平定戦にて障害物を破壊できるという利点は存在しますが、正直回り道してでも馬で進んだ方が早いと思います。以上のことから速度、耐久性、利便性全てにおいて評価の低い南蛮像が最下位となりました。像は見物するだけにしましょう。有能移動手段第6位は猛角のチャージ位置です。猛角も今作でチャージ1が地面に四つん這いになり駆け抜けていくようなモーションとなっているんですが、猛角に関してはそこそこ有能ではないでしょうか。属性が付加された殺傷性の高い攻撃ができることに加え、猛角自身がとにかく足が遅いんですよね。そう、とにかく遅いんです。普通に走ると壊滅的なほど時間がかかり、全く目的地に到着できません。そのためチャージ位置を移動手段として使用することが相対的に有能な移動手段となっています。一番最短で発動できるチャージ1攻撃で短距離を素早く移動できるキャラはかなりアドバンテージになる有能なキャラではないでしょうか。猛角のあの巨体でザンオーラをまとって突進されたら敵はたまらないですね。有能移動手段第5位は装甲秘伝です。装甲秘伝は曹操の相場と言われている馬で、三国無双3が初出のアブミアイテムとなっています。効果はステージクリア後の獲得武勲が 1.5 倍になるというものです。獲得武勲が上昇すると装備アイテム枠が増加し、キャラの強化が早くなるため、レベル上げやキャラ自体の強化を早く終わらせたい場合にはこのアイテムを装備してループすることでかなり早く育成することができます。移動速度に関しては正直そんなに速くはありません。さすがにゾウやエンショウとか猛角のチャージ位置よりは速いんですが、セキトバが存在する以上これらの馬はどうしても弱体馬として扱われてしまうのは仕方ないことでしょう。しかも敵の殺意が今作は非常に高いため、正直速攻で落とされます。落とされると例のごとくよっぽど運が良くないと再度騎乗できないので、移動手段としては諦めた方がいいかもしれません。敵に近づかないように心がけてさえいれば問題なく移動できますが、ある程度育成が終了してしまえば今度こそ本当に使用するメリットがなくなってしまうため、慈愛の心を持って使用してあげましょう。有能移動手段第4位は敵ロバです。敵ロバはさすがの僕でも知っている有名な馬で、劉備が愛用していた名馬ですね。
適路の効果は運の良さがアップするということで、運の良さというのが正確に何を指すのかは正直わかりません。一応調べた感じだと、良質なアイテムが入手しやすくなるとか、つばぜり合いで勝利しやすくなるとかの記述も見たんですが、個人的には良質なアイテムが入手しやすくなるが一番濃いかなと思いました。2でも確かそんな感じの能力だったんじゃないかなと思ったのと、今作は2のようにユニーク武器前の通常武器に付加効果が存在しないため、アイテムしか良質なものが出ないんですよね。そのためレベル20のアイテムを入手したいときに七星体と敵のアブミを装備してアイテムをゲットすることで良質なアイテムが手に入りやすくなるんじゃないかなと思います。そう考えると、僕みたいに最強データを移植せず自力で良質アイテムを入手したい人にはかなり貴重な馬であることがわかるため、走行秘伝よりも有能ではないかと思いますね。あと移動速度に関しては秘伝とそこまで変化はないように感じるのと、相変わらず敵兵の攻撃に耐えることができないため、利便性で言えばそこまでは使えません。アイテム入手目的の際に長期間お世話になるといった感じの使用用途かなと感じました。有能移動手段第3位は観念の無双乱舞です。2で爆発的な火力とそこそこの移動能力を誇っていた観念の無双乱舞が、今作では若干火力と操作性が下方修正された代わりに移動速度が大幅に上昇しました。移動速度が上昇したということは操作性が下がったということなので、下方修正と言われればそうなんですが、今回の企画においての観念のこの修正は上方修正になりますよね。観念の無双乱舞は関鳥羽にも匹敵する人間とは思えないとてつもない高速でダッシュし、戦場を縦横無尽に駆け回ります。無双ゲージマックスに加え、精流弾レベル20を装備すれば約8秒、玉璽やあと入手後であればさらに無双乱舞持続時間が増加し、最大で1分半程度無双乱舞を連続して発動できるため、移動手段としてはかなり重宝されますね。ただし一度発動してしまうと再度無双ゲージを貯めなければならず、今作は敵兵も少なめに取っていることや、チャージ力の特殊攻撃が無双ゲージが一切貯まらない解約仕様になっていること、カッタン装備時でも2よりもはるかに無双ゲージが貯まりにくいように変更されているため、数は出せない移動手段となっています。ただし秘伝や適路よりははるかに瞬間的なスピードが速く、無双乱舞による殺傷能力も非常に高いため、今回は第3位とさせていただきました。有能移動ランキング第2位は関鳥羽です。言わずもがな三国無双シリーズにおいて、どんな人でも知っている、どんなにわかでも知っている呂布の相場で、大きな体に赤みがかった毛色に美しささえ感じます。一日に千里を走るとまで言われた関鳥羽は、その名の通り全ての三国無双シリーズにおいてトップスピードを誇り、他の馬では全くもって歯が立ちません。見た目のかっこよさもありますが、戦場を右往左往する無双シリーズにおいて無駄な移動時間はストレス以外の何物でもないため、一刻も早く入手して愛用したいと思うはずなんですが、今作では惜しくも有能度第2位に落ち着きました。その理由はやはり攻撃されると落馬してしまうからです。もうこの問題は今作ではどうにもならないので我慢するしかありません。もちろん敵に攻撃されないように乗り降りできるテクニックがあるならば確実に一番使った方がいい馬ではあるんですが、いかんせん3では雑魚兵がまあ寄ってくる、普通に戦っていると馬に乗る間に 95% くらいの確率で邪魔されてしまいます。乗って一歩目さえ踏み出せれば落とされることはないはずなのに、その一歩目がね踏み出せないんです。これは難易度が上がれば上がるほど起きる現象ともなっており、この仕様がある限りスピードが速いだけでは有能度は1になりません。それでも呂布や関を使用する際はなんか意地で関鳥羽を使ってしまうのは僕だけでしょうか。ということで次に紹介する1位が今作で間違いなく堂々の有能移動手段と言えるでしょう。ちなみに僕今年で26歳になるんですが、焼酎と日本酒が大好きで居酒屋で結構飲んだりもするんですけど、一番好きなお酒は関鳥羽です。この関鳥羽が由来になっており、焼酎でありながら非常にフルーティーで喉の奥にスッと入ってくるためかなり飲みやすく大好きです。今企画とは何の関係もないですが、マジでうまいので一度飲んでみてください。新三国無双3有能移動手段ランキング文句なし堂々の第1位は絶影です。今作初出の絶影矢踏みを装備することにより出現する絶影馬が今作で間違いなく一番有能な移動手段と言えるでしょう。絶影馬は曹操が乗っていた相馬で、深い紺色の毛色に蔵には三日月の文様が刻まれた、いかにも曹操が乗ってそうな雰囲気のちょい悪な感じの馬になります。絶影についてなんですが、スピードは正直秘伝や適路とはそう変わりません。ただこの絶影には今作では非常に重宝するある性能が備わっています。それが攻撃されても落馬しないというおバカぶっ壊れ性能です。これがとにかく強い。なんならこれだけで殺傷能力高い観念とかゾウ、フィードがトップの関鳥羽を抑えてダントツの1位に輝いています。
他の移動手段の際にも再三説明していますが、今作新三国無双3では雑魚兵の集まり具合、攻撃頻度、プレイヤーが乗馬中のジャンプ攻撃の頻度が明らかに異常なんです。ドリカムのコンサート買ってくらい集まります。もちろん警備員になっていないので余裕でセーフティーラインを越えて抱きついてくるため、ゼッツェイ以外の乗り物だとすぐに落馬し再度騎乗することがほぼできません。しかしこのゼッツェイがあれば大丈夫。乗馬中のどれだけどんな攻撃を受けようともプレイヤーが落馬することなく上から高みの見物をかますことまでできてしまいます。とこれだけでもすごい性能なんですが、ここからが個人的にゼッツェイマジで優秀やなと感じたポイントです。ゼッツェイは落馬しないという判定が騎乗してからではなく騎乗動作が始まったタイミングからになります。これがねかなりでかいです。当たり前のように落ちないと思いながら乗ってますが、もしこれが騎乗しきってから落ちない判定であった場合はまたがっている最中に叩き落とされて終わってました。また騎乗中に攻撃を受けてものけずることがありません。のけずることがないためこちらも問答無用で走れるし攻撃もできます。さらに馬長、周体、対心など馬上攻撃が非常に強力な殻に組み合わせて使うことで敵は効率の悪いジャンプ攻撃しかできなくなりますから、ほぼ初期捨てでも達人難易度の敵を殲滅することが可能になります。多分ですが新三国無双2は敵兵が異常に多く集団戦の時に処理落ちをよくしていたため3で敵兵を減らしたんだと思います。しかしただ減らしただけでは難易度がぐっと下がってしまうため敵兵の殺意を上昇させ好戦的に変更したんだと思います。まさかそのせいで関鳥羽が日の目を見ないことになるとは予想していなかったのかもしれませんが、それでも絶影をつけてくれて本当に良かったですね。このアイテムがなかったら確実に三国無双3はクソゲー中のクソゲーと化していたことでしょう。さらに絶影アブミのヤバすぎる性能が、絶影アブミを装備してステージを開始するとそのステージでどの馬に乗っても絶影の落馬しない性能が引き継がれるというところです。これマジでヤバくないですか。絶影アブミを装備してステージを開始した後に呂布を倒して関鳥羽を奪おうとするじゃないですか。するとあら不思議、関鳥羽は関鳥羽のまま絶影の落馬しない性能だけ引き継いでくれるので実質落馬しない関鳥羽が完成してしまいます。これは激アツです。呂布とかカーンが出現するステージだとテンション上がりますよね。こんな感じで自分の味方だとめちゃくちゃ心強い絶影なんですが、逆に敵になるとびっくりするぐらい凶悪になります。炎章殿の敵総大将である高孫さんはなぜか絶影に乗馬しています。もしやと思って攻撃してみるともちろん落馬しません。今作は落馬させる手段がないため騎馬隊対歩兵で戦闘を進めていく必要があり、炎章の11武器取得の時はかなりギリギリの戦いを強いられたのは言うまでもありません。凶悪すぎです。こんな感じで性能がダントツ重宝され他の馬に性能まで引き継げてしまう今作の最強馬絶影が見事有能移動手段ランキング1位に輝きました。はい、今回はここまでにします。2から大幅に広がった移動手段の数々ですが、いかがだったでしょうか。これからもこんな感じのランキング動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。